モバイルやワイヤレス製品に欠かせない充電式電池。今やあらゆる電子機器に使われており、電池の改良と新しい方式の開発が進んでいます。遠藤さん、デジタル家電やゲーム機の種類が増えて、リモコンなど乾電池を使うシーンが意外と増えてますよね。パソコンでもキーボードやマウスのワイヤレス機器が増えてますよね。そこでですね、毎回電池を買ってきて捨ててたんじゃもったいないし、環境にも良くないんで、単三乾電池型の充電池というのが、出てきてますよね。しかも性能もどんどん上がっている、昔はね、充電池というと何度も使っているとだんだんこう性能が、下がってきたりとか、しばらく使わないともうなんか電力が落ちてたりとか、あったんですけども、高性能な単三乾電池型の充電池が出てきてすごく人気ですよね今。でですね、リモコンなんかの場合は実は消費している電力ってすごい少ないんですよ。だったらばもう電池の中で発電しちゃえということでですね、振動発電池というものが開発されて話題になってます。このように振ることで電気を作って、エネルギーを蓄えて、使用する、エコな乾電池です。世の中で使われている電池の多くがですね、捨てられていますので、こういった我々が提案するものに変わっていただければ、いくらかその環境に対して貢献できるのではないかということで提案させていただいています。一つ用途として考えられるのは、災害用品ですね。こういった LED ライトなんかも光らすことができるので、一般的な電池を入れて、いざという時に使えないということがなくてですね、振ればこのように振れば確実に光らせることができるということで、そういったところで提案できないかなというふうに考えております。これならほとんど交換しなくていいですよね。で、電気がなくなったら振るっていうのが面白いし楽しいですね。でもお客さん来て何やってんのみたいなことになるかもしれないですけどね。これほとんど実用化に近いレベルまでもう来てるんで、発売どうなのかなってのもあるんですけれども、まだいろいろこうリモコン以外どんな用途があるんだろうと考えているところらしいですね。災害時のライトとか、あとラジオに使うのもいいかもしれないですね。いいですよね。充電してなかったとか電池がないとかいうことないですからね。今回のお話のようなリモコンみたいな消費電力もちっちゃいし、小さい製品から、今すごく話題になっている電気自動車までですね、要するに電源コードをつながないで動くもの、全て電池と関係してくるんですよね。バッテリー関係、電池関係も、今回紹介した、振動発電池以外にもいろんな技術が出てきてます。ということで、これからますます注目分野なんじゃないですかね。